すいません。最近ね、あまり部落の解説をしなかったもんだから、微妙に登録者数が減ってきてるんですね。で、今日は久しぶりにね、部落の話をするんですけども、最近、自転車のサイトでね、新潟の、部落を巡ってますよね。で、なので、今回は新潟でも特に下越地方の部落について、解説しようと思います。まあ、実は、X の方ではいろいろやったんだけども、この YouTube でやってなかったので、ちゃんと解説しようと思います。で、下越地方、村上市、胎内市、新発田市、あの辺りではですね、まあ文献によると、太子っていう言葉と、あと渡りっていう言葉があるんですよ。で、じゃあ、太子っていう言葉からまず説明するんだけども、太子っていう言葉はですね、これは、村上市の荒川沿いで使われてる言葉なんですね。で、具体的には、まあ、有名なところだと、湯の沢ですね。ここが一番大きな部落ですね。あとはですね、まあ、もっと上流の方に行ってですね、例えば、関川村の、高田。ここも、太子なんですよね。あとは、貝付け。そういうところですね。あと、海老江なんかもそういうふうに言われてたかなっていうふうに思うね。とにかくね、荒川沿いですね。で、面白いのはですね、まあ、まだもう一つね、渡りっていう言葉があって、これは、三面川の方で使われるんだけども、ところがですね、荒川沿いの人たちは、まあ、いわゆるその、先民全般を太子って言ってるんですよ。で、まあ、そこの村上市なんかの人なんかは、やっぱりその、荒川沿いの人でも、三面川沿いの部落知ってるんですよね。だから、三面川沿いのね、例えば、泉町なんかを指しても、なんか太子って言うんですね。で、これがね、ネイティブな発音があってですね、太子って言うそうです。太子。で、太子の人たちっていう意味で、逓信所っていうらしいんですよ。逓信所だ。もうあそこは逓信所だっていうふうに言われたそうで、で、共通してるのはですね、やっぱり、船乗りなんかをやってたっていうところなんですね。で、そうですね、湯の沢以外で有名なのはやっぱり高田ですね。で、やっぱり地元の人なんかに聞いてみるとですね、まあ、高田なんか全体が部落ってわけじゃなくて一部なんですよね。で、それこそね、20年ぐらい前、本当昭和の終わり、平成初期ぐらいの時はなんか聞き合わせでですね、そのなんか高田の人なんだけど、ここは大丈夫かみたいなね、そういう結婚に際してっていうのあったらしいんですよ、やっぱり。まあ、ただ、平成後半になるとなんかもうそういう話はピタッとなくなったっていうことですね。まあ、童話対策事業終わった後ぐらいですよね。それで、荒川沿いだとね、羽越水害っていうのがあったんですね。東京オリンピックのちょっと前ぐらいに、大洪水でですね、荒川のあたりね、相当被害を受けたんです。で、中には集落移転したところもあるんですね。で、部落だと貝付け。そこがもう完全に集落移転してるんです。貝付けでも、上貝付け、下貝付けってあるんだけども、まあ上流の方、上の方が、そこが、部落なんです。ただ今は元々あったところからもう完全に移転してしまってるんですね。で、それでね、その太子についてね、聞いてみるとですね、まあいろいろ、まあ大体伝承されてるのはですね、おそらくはまあ川の近くなんかにですね、まあ農家の末っ子なんかの、まあ仕事からあぶれた人が勝手に住み着き始めたのが始まりなんじゃないかっていうふうにね、そういうふうに地元の方からは聞きました。で、面白いのはですね、基本的に太子っていうのは、こう船なんかのにね、関わる農業以外の仕事をしてる人が多いんだけども、まあ多かったっていうか、今はもう全然ね、産業構造変わっちゃってるんだけども、山の太子もあったっていうんですね。で、その山の太子の人たちを庄内太子って言ったっていうらしいんですよ。庄内っていうと山形県ですよ。ということは、山形県の方から来た太子の人たちがいたっていうことなんですね。で、ここからもちょっと伺えるんだけども、多分ね、山形だと太子って言わなかったと思うんですよ。だから、この荒川沿いでは、この太子っていうのが、いわゆる先民の言葉なんですよね。固有名詞っていうか、まあ一般名詞なんですよね。だから、あれですね。ひょっとすると関東なんかのね、川坊なんかのことも、まあこっちの言葉で言うと、太子っていうことになるんでしょうね。で、この太子っていう言葉なんだけども、まあやっぱりいろいろ説あるんです。聖徳太子っていう説もあれば、その太子、皇帝の帝に武士の士で、その武士を辞めた太子っていうような意味があるって、まあ、
いくつか説はあるんだけども、僕は多分ね、聖徳太子が正しいんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。まあおそらくはその船乗りの間で聖徳太子に対する信仰、太子信仰っていうのがあって、それがおそらく太子の語源だろうっていうふうに私は考えてるんです。まあその理由はまた最後の方で話すんですけども。で、もう一つですね、渡りという言葉があります。これは、三面川沿いで使われている言葉ですね。これは、ちょっと北の方になりますね。村上市でも。で、まあ、三面川沿いだと、まあ、先ほど言った泉町の他に、小川、下新保。で、あとは滝の前ですね。ここは、渡りっていうふうに言われてます。で、やっぱりここも一貫してですね、渡りっていうと、やっぱり海の人たち、まあ、川の人たち、まあ、そういうふうに地元では言われてますね。まあ、農家っていうのがあってですね。まあ、それに対して、その、川や海の仕事をしている人。まあ、あるいは、まあ、そういう船に関わる仕事だけじゃなくて、例えば、その、漁業に使う網を作ったりだとか、農業の道具を作ったりだとか、とにかくね、農業以外の仕事をしている人たちっていうような、そういう認識なんですね、元は。で、それで、まあ、地元の人もね、その、元々の語源とかそういうのはわかんないんだけども、とにかく、まあ、海の人たちっていう、そういう認識で、で、その殿様の時代にやっぱ一つ下の方に下に見られてた人たちって、まあそういう感じのそういう認識なんですよね。だからそのまあ本当年いってる人はそのちゃんとやっぱりその渡りっていう言葉を知ってるんだけども、面白いのはですね、荒川沿いだと渡りっていう言葉が知られてないんですよ。こんなね、村上ってこんな狭い地域なのにね。で、逆にその三面川沿いだと太子っていう言葉をね聞いても分かんないって言うんですよ。で、いや、その差別されてた人たちでって言ったら、そしたら、ああ渡りっていう風にまあ言ってくるわけです。で、そこでまあ渡りっていう言葉が使われるんですね。で、それでね、あんま実は私お詫びしないといけないのは、自転車でね、実はまあ部落探訪シリーズで、岩ヶ崎っていうね、村上岩ヶ崎って部落って載せてたんだけど、あれ場所間違ってました。だからね、恥ずかしいから消しちゃったんだけども、あれ結局どういうことかっていうとね、ハゲガフチっていうのがね、昔はね、ほんと昭和初期市町村で言えば、瀬波町になったんですよね。岩ヶ崎っていうのは、これはまたこれで別の町なんですよ。別の町っていうか村ですね、ここは。上海部村っていう別の村なんです。で、おそらくはですね、今滝の前っていうなってるところ、滝の前っていうね住所表記になってるところは、その中にその町と村の境界があったんだと思います。で、それぞれがそのハゲガフチと岩ヶ崎の一部だったんですよ。だからそれぞれの地域の隅っこになんか人が住んでるっていう感じだったんですね。それが今はまとめて滝の前っていうことになってるっていうことで、なんでね、昔の文献だとその岩ヶ崎滝の前とかそういった風にね、記されてるのはそういうことで、今はとにかくね、まあ昔の文献だとね、岩ヶ崎とあとハゲガフチっていう風に書かれてるんだけども、まあ今はもう滝の前ですね。だから岩ヶ崎とハゲガフチにはまあ逆に今は部落ないんですね、ということで、まあそこを注意しないといけなかったっていうことですね。で、まああとは分かってることは、その小川だとか、あとはあれですね、下新保ですね。下新保に関してはまあ全般に言えるのはね、昔はやっぱり自治会も別だった。その宗教なんかも別だった。まあ、とにかく今でもね、お寺は分かれてたりするんだけども、基本は別だったんですね。ところが今はね、まあ、融和して、同じになってるっていうんですね、町内会とかも。だからそういう意味ではね、融和してるっていうところはあるんだけども、やっぱり、知ってる人は知ってるみたいなね、そういう状況になってますね。ただ、多分ね、僕より下の世代の人になると、もう、ほとんど知られてない。っていう状況ですね。でね、この太子と渡りっていう言葉についてね、これね、この言葉の語源について、実はその、意外なところにね、ヒントがありまして、それが、柴田市なんですよ。柴田市の早道場っていうところ、ここにね、まあ、太子堂があるっていうのを僕は見つけて、実際行ってきて、で今でも残ってるって分かってるんですね。昭和初期の官報に太子堂って書いてあったんです。で、実際にその早道場に行ってみると、その結構立派な、
立派だったっていうのがね、今はもう廃墟みたいになっちゃってるんだけども、まあ、立派なね、もうこの神社の社殿みたいなのがあって、それがね、お太子様っていうふうにね、地元では言われてるんです。だから、まあ、間違いなく太子堂なんです、ね。ということは、太子信仰があったっていう証拠なんですよね。で、それについてね、ちょっともっと調べてみるとですね、そのお太子様を、こう、管理してたのは、そこの、まあ、部落の人たちだって言うんですね。早道場の。で、そこには、その、渡し場があったんですね。で、それでね、もう一つちょっと、すごい言葉を聞きまして、じゃあ、その、ね、太子堂を管理してた人たちをどういうふうに呼んでたかっていうと、渡り場所っていう言い方をしてたんですね。渡り場所っていうことは、多分、渡り場の人たちっていう意味なんでしょうね。うん。まあ、下越地方の方言。というか、長野のあたりも言うのかな。何々所、何々所。まあ、男所って言ったら男たち。というような意味ですね。そういう意味で、何々所って言うんだけど、渡り場所っていうことはやっぱ渡り場の人たちっていう意味で、ここでね、渡りっていう言葉と、大使っていう言葉が繋がってくるんですよ。うん。渡り場にいる大使信仰をしてた人たち。ということじゃないですか、この渡り、大使っていう言葉は。僕はこれが答えじゃないかと思います。まあ、その、研究してる方々が異論があったら、言ってほしいんだけども、僕はね、渡りは、私森の渡り、大使は聖徳太子の大使で、僕はファイナルアンサーだと思います。ということでね、新潟県の下越地方の部落について、まあ、とにかく現地で肌で感じて分かったことっていうのを、お話しいたしました。まあ、詳しくはですね、この下の、概要欄にね、アドレス貼っときますので、まあ、そこでね、ちょっとその、まあ、昔の話だけじゃなくて、その、まあ、童話のね、童話事業の、その、まあ、その、ちょっと悪辣な、解放同盟の悪辣な活動についての話もしてるんで、ぜひね、自転車のサイトも、ご覧いただければと思います。